はい、おはようございます。おはようございます。ゴーストイチファームのコニさんです。もちゃんです。はい、さて今日は何をやるんでしょうか。今日は50ライトの設置をします。はい、あれかな。うん、あんな感じ。この前雪が降った時に、はい、足跡が、獣の足跡があって来てるっていうことがちょっと分かってしまったので、はい、その対策をしましょう。はいはい。ね、雪が降んなきゃ気づかなかったね。でもよく気づけてよかったんだけどね。あ、これ地面ぶっ刺し式なの。あ、これは違います。こっち、これは地面ぶっ刺し式。あっちですかね、あの巨大な足跡があった方。そうだね。うん、何だったんだろう。長靴の半分ぐらいあったけどね。このこれぐらいってこと。そう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 、のこんな、もうちょっと細いバージョン。うん、こんな動物いないよね。しかもそのね、足がさ、こっから上がってきてるからさ、人間じゃねえと思って。そうですね。あ、ちょうどここに単管があるんで。あ、いいね。これを刺す。いや、うちの敷地もね、もうちょっとあっちまでずっとあるから。ね、オンにしてソーラー発電なんだけど、ここ当たるかな。当たると思う。太陽がちょっと移動すれば入る。あ、嘘。入んない。あ、いける。あ、でもいけるかもしれない。なんか微妙な、あ、ダメか。あ、そうそう、それ、そんな感じ、うん、そんな感じ。あれ？でも入んないんじゃない？結局行かない？結局入りませんね。これ、何のためについて、うん、専用の多分、設置棒のためについてるんだけど。あ、あ、行ったんじゃない？あ、行った行った、やっと。先に単管埋める？そうだね、刺しましょう。案外柔らかい。柔らかい。うるさい。オニオじゃん。でも入ったかな。いいと思う。はい、オンになってて、草に覆われちゃうかな。大丈夫か。おお、ぴったりじゃん。はい。ちょっと短かったかしら。まあでも獣は上ぐらいでいいのかね。もう一本ぐらいあっちの方に立てます。ここら辺から来てたもんね。そう、ここに置いたのもあったし、うん、ここにもいっぱいあったよ。 あっちにも行ってた、でかいのがね。すごい。あ、なんかもうそのままでさせるね。うんうん。でスイッチはどこに。これじゃない、違う。電源スイッチ、あー、うんうん、今一回押したもんね。押した押した。はい、じゃあ大丈夫。押して、テレビにさせる。すげえ。はい、よし。お、いいね。うん。いいと思う、いいと思う。いいかな。大丈夫かな。倒れなければいいか。うん。あら、落ちてる。よいしょ。うん。こことか引っ掛けないそうだよ。あ、あ、それもいけそう。うん。うん、いけるいける。よしよしよし。足跡あったのはそこだよね。そう、 N 字の強いののそこ。いやー、でもどこに立てよう。噛まれる、噛まれるよ、ね、だよね。この柱になんかくくりつけるみたい
噛まれない、ダチョウに。いやここは届かないんじゃない。あ、それかここにつける、結べる。あ、そう、こういう便利なものがある。あ、本当だ。獣は来てませんか。そんなことある。またこうか。そうだね、うん、はい、よし、最後だ。うん、興味ないしな、そこの単管に刺 す。確かに。ここがいいんじゃない。こっち、こっちか。よし、ではモグラがボッコボコしてるな。うわー、すごい、モグラ焼けになるかも。そうだね、モグラって本当にいるの。え、いるよ、猫がよく取ってきてたよ。あら、簡単。よし、設置が楽ちん。楽ちん。はい、ということで防虫ライト最後の1個設置完了しました。はい、これで獣が来なくなることを願って。はい、もうちょっと追加してもいいかもしれない。そうだね。はい、はい、バイバイ、バイバイ。